なるほど、なるほど。なるほど。実際取ってこれたと、なんか専門家マッチングして、こう解決して、課題解決していくプロセスとかって、なんか、直接的に介在するようなことってなんかあるの？基本的には介在するようなことはあまりしてないです。で、というのは、専門家の皆さんはかなりご知見をお持ちの方を私たちは知るので、そこは、まあ、なるべく彼らに負担にならないような活動しはしないです。で、ただし、まあ、要は、マッチングしたとはいえども、なんて言うでしょう、相性が悪いとか、まあ、その進捗が悪い場合は介入しに行きます。はい、っていう形ですね。あなくるまでほども静ね。観してる。なるほど。で、それを、なんか役所に報告する書類をまとあ、めていく。フェーズごとに。そうです。あ要はあ、なそのるほど。活動自体にも課題解、そもそも事業全体で課題を設定して、仮説を設定して、それを解決するために何をしてきたか、専門家の人たちは何をしたかっていうのをまず相対的にと、まあね、全体的に俯瞰してまとめ上げていくって形ですね。なるほど、なるほど。仮説を立てて、解決に向けた論理を、の枠組みを作っていくっていうのが仕事なわけやね。そうですね。で、その中に実際の営みはい。をこう肉として入れていくんはい。だね。そうです、そうです。もうでも最初に作るその枠組みが全てみたいなところあるよね。ありますね。そこが崩れちゃうと、もう今の時期大変なことになるんで。そうやな。なるほど。何に、どこに面白み、やりがいを感じるんかな。まあ、いろんな人とやっぱ会えるんですよね。いろんなレベルの階層の人と。多分絶対自分が普段やったら出会われへんような人といっぱい知り合えるっていうのは一つでかいですね。そこがまず面白いっていうところで、まあ、ニュースでやってるようなことってやっぱ綺麗事なんやなっていうのは思いますね。もう問題そこじゃないよねっていうのが、自分も課題仮説作ったりするんで、なあ、ちょっことずれれ、てるなと思いますね。いいね。それをね、社会の手触りというふうに俺は呼んでるんだよね。ニュースとかで見てるのって、あれ手触りじゃないのに、あれ誰かに作られたものを見せられてるだけあ、そうで、そうそうそう。実際社会を自分で触ってみたら、そんなんちゃうやんみたいなね。これをこう、あるわけで、仕事で肌触りがね。そうですね。なるほどね。なるほど。そこでこれからね、2年、3年、5年と、こう自分がこういうふうになっていきたいとか、こうやっていきたいみたいなことってある？そうですね。まあ、まあ、今この事業とかですね、こういう仕事ちょっとやっぱ4、5年ぐらいちゃんと続けて、で、やっぱりこの今の仕事の欠点っていうのは、傍観者なんですよね、いい意味でも悪い意味でわかも。る。わかるわかる。で、やっぱ調達やってた時のやっぱり一つ面白かったっていうのは、やっぱ自分の手を動かしてたっていう、で、自そうや分でな。課題を解決してたっていう面白みがあったんで、ちょっとやっぱりその今の仕事、や4、5、6年、まあ、続けた後は、ちょっとやっぱその現場に戻りたいなっていう、今意識がすごい強いですなるほどね。ね。なんかやっぱなる今のほど。忙しさっていうのは、自分で動いてる能動的な忙しさじゃなくて、なんかこう、間接的に忙しいっていうか、動かされてるってやっぱりどうしてもなるので、そうやな。間接的に動かされてるし、動かしてるし、動かしてるしっていう。自分の手でやってるって感じじゃちょっとないもんな。ないですね。今話聞いてて、俺おもろいんかなって、ちょっと聞きながらおもろいんかな、おもろいんかなって実は思ってたもんな。なんかそこを自分でも少し感じてるところがあるんやね。ああ、まあ、そうそうです。まあ、そこはもうこれ入る、この業界入る前から思ってたんで。なるほど。まあでもここで4、5年やって、で、そういう、こう、現場とは違う、ちょっともう少し、こう、遠くから引いた感じで、マクロで見て、動かしていくみたいなことで、出会った人とのコネクションとか、経験から得た成長、学びを生かして、もう一回、実業の、こう、現場の方で自分が戻った時に、まあ、昔に比べると、全然、こう、パワーアップした自分が、やれることってまだあるんやろうね。あると思ってはいますね。はい、で、やっぱり営業っておかしいですけど、まあ、それこそ対人とのやり取りとかっていうのは、なんか鍛えられるものではあるものの、一定数、なんて言うんでしょう、
生きてきた中の糧やと、なんかこう、蓄積やと思ってるんで、はいはい、そこはまあ、あるやろうと。あとはもう少しそのいろんな人と知り合って、全体を俯瞰した上で物事をこう自分が現場に立って見ることができれば、うん、まあ、言い方悪いですけど、無敵じゃないかと。人と、まあ、その仕事人としては無敵やろうと、うん、思っているんで。確かに。ほんまやね。なんかそれは面白いな。